先ほどアカデミー賞の最終候補作が発表され、日本の三作品がノミネートされる快挙です。パーフェクトデイズは渋谷が舞台で、役所広司さん演じるトイレ清掃員の男性が日々の暮らしの中で感じる心の小さな揺らぎを描いた物語です。去年のカンヌ国際映画祭では役所さんが男優賞を獲得していて、今回国際長編映画賞で最終ノミネートされました。 君たちはどう生きるかは、宮崎駿さんが10年ぶりにメガホンを取った作品で、長編アニメ映画賞で最終ノミネートです。前哨戦とされるゴールデングローブ賞を獲得していて、宮崎監督は千と千尋の神隠し以来となるオスカー受賞に期待が高まります。ゴジラマイナスワンはゴジラ生誕70周年の記念作品で、 日本作品として初めて資格効果賞で最終ノミネートされました。敗戦後の小路と化した日本が舞台で、北米でも異例の大ヒットとなっています。受賞式は3月10日にロサンゼルスで行われます。